ココアです。今日はホットケーキパーティーをしたいと思います。前にね、コストコの購入品紹介を出した時に皆さんがね、気になってた商品、そう、じゃん、このオーガニックパンケーキミックスっていうのがあったんですけど、これがすごくて、この中に牛乳を入れたらそのままこうやってパンケーキが焼けるっていうやつなんですけど、今日はね、皆さんも焼いてるところを見たいっていうことだったので、これで作っていきたいと思います。ここチューブ。じゃあこのボトルの中にパンケーキミックスが入ってるんですけど、これに 400ml の牛乳を入れて混ぜて焼くそうです。ホットプレートを準備したので、これで焼いていきたいと思います。じゃあ開けます。そしてこれに 400ml の牛乳入れます。すごいギリギリまで入りそう。おー、結構パンパンに入りました。では蓋をしっかりして、このままね、1分間振って混ぜるそうです。普段だったらね、ボウルに移して泡立て器で混ぜてとかやるんですけど、こうやって振ってできるなんて、なんて簡単なんでしょう。これでね、ちゃんと混ざるのかなっていう心配はありますけど、頑張って混ぜたいと思います。何名かからね、ご質問いただいたんですけど、これはね、卵も入れなくていいそうです。本当に牛乳だけ、まあ、牛乳じゃなくても豆乳とかアーモンドミルクとかで作ってもいいそうですよ。今日は私は牛乳です。お、さっきまで水っぽかったけど、ちょっとトロトロになってきた気がします。混ざってきたのかな。重い結構重い、お子さんには重いと思います。よし、いい感じかな。うっすらとこの汁が見えると思うんですけど、全体的に混ざりました。で、混ぜたら火をつけます。中火で焼くみたいなんですけど、ホットプレートで焼くからどれぐらいなんだろう、何度ぐらいが中火なんだろう。160度ぐらいにしておきます。やっぱね、ホットケーキといったらバターですからね、バターを引いて焼きたいと思います。ほい、これでね、焼けたらね、本当に洗い物もね、少なくていいしね、すごい便利ですよね。普段はね、あんまりね、パンケーキとかね、食べないんですよね。だからすごい楽しみです。おしゃれにね、朝ごはんパンケーキとかもいいかもしれないですね。バターがふつふつ言ってきた。やけどしないならこのまま舐めたいぐらいだもん、このバター。10センチから12センチぐらいで焼くらしいけど、結構ちっちゃめに焼くってことですかね。いきますよ、ホットケーキー。おーおー、なんかダマになってる気がするけど、焼こうかな。簡単、中火で片面 1,2 分焼くと。これに牛乳を入れて振っただけですよ。それでこうやってすぐに焼けるのってすごい便利。卵はね、全卵粉が元から入ってるらしいですね。だからね、卵も入れなくていいみたい。パンケーキブームがあった時にパンケーキ屋さんとかね、何回か行ったけど、結構お値段高いんですよね。だからこれでできたらすごい便利だと思います。しかも家で焼きたて最高ですね。ホットケーキミックスはお菓子を作る時とかになんだかんだ便利だから買ったりとかしてたんですけど、ホットケーキ自体はほんと食べるの久しぶりかもしれない。そもそもホットケーキとパンケーキの差って何？レギンスとスパッツみたいなもんだね。すごい膨らんできた、膨らんできた。いいんじゃないですか、これ。せーの、えい、わー、え、すごい美味しそうじゃない？こんなに上手に焼けるの？絵に描いたようなホットケーキだ。わー、厚みもちゃんとある。卵白とかは泡立ててないのにすっごいふわっふわ、ちょうどいい感じ。おしゃれカフェの匂いがするもん。もうバターのいい香り。おー、最初はね、シンプルにね、バターでいただきたいと思います。ココチューブ。じゃーん、ちょっとバターが落ちてしまいましたが、当たり前だけどフォークで切るとふわふわ。いただきます。うん、おいしい。すごい軽い、ふわふわ。ほんとね、メレンゲを作って焼いたみたい。うん、このね、生地自体がね、そんなに甘すぎなくて、お食事のパンケーキとかにも合いそう。超おいしい。ねっとりしすぎるパンケーキとかもあるけど、そういうのもない。後味がね、口の中爽やか。うん、パンケーキってさ、甘ったるいものだと思ってたけど、これね、全然甘ったる
くなくていいですね。食パンの代わりとかになりそう。じゃあ次は蜂蜜をかけて食べたいと思います。蜂蜜でコーティングされてて美味しそう。蜂蜜とも合う。中のねふわふわ感が美味しいのはもちろんなんだけど、このね周りのカリカリなところも美味しい。香ばしいところがね特にね塩気が効いてて美味しいです。3つ目、ホイップクリームをかけたいと思います。わー美味しそう。ほぼホイップミックスチョコなんか乗せちゃおうかな。じゃあ最高じゃないですかこれ。ホイップたっぷりで、合わないわけがないですよね。これはホイップつけたら一気にデザートになりました。もう完全にケーキ。3枚食べました。追いバターをして、えい、ちょっと大きめに作りすぎたのか、あとちょっとしかないわわー、えい、おー、わー、感動。上手に焼けたらカフェ風にデコレーションしてみたい。これをねおしゃれに盛り付けます。目指せおしゃれカフェ。おしゃれカフェはねこうやってね重なってんだよな。なんかタワーにしたいと思ったんだけど、タワーにするまで焼けないと思うから、ちょっと重ねておしゃれカフェ風にしたいと思います。はい、ということで完成しました。おしゃれカフェ風に盛ってみました。じゃーん、どうでしょう。ちなみにですね、これココアって書こうとしたら泥のようになってしまいました。めちゃくちゃおしゃれカフェっぽくできたんじゃないでしょうか。美味しそう。パンケーキを作って焼いてる時間よりも盛り付ける方が時間かかっちゃって、いつの間にかね外が真っ暗になってた盛り付けるのって難しい。ホットプレートからお上品にお紅茶とともにいただきたいと思います。盛り付けてる間にねちょっと冷めちゃったんですよ。でも冷めても美味しいです。今度はねベーコンとかと一緒にね食べたい。はあ、ごちゅうぶん。ということで皆さんぜひコストコのオーガニックパンケーキミックス買って作ってみてください。お腹いっぱいになっちゃったんで、これは後でゆっくり食べたいと思います。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバイ。